こうなった時にちょっと薄いんで、上に乗せたいんで、上に乗せます。そうすると今度串持つ時は、なるほど。どうですか？お、すごい。入れちゃいますよ。はい。こっちもじゃあ。 じゃあ、仕上げです。
ポするとか大丈夫ですか？あ、発泡大丈夫です。はい。人間でいう肝臓の部分です。で、肝は、レバー、腸管、あと心臓全部あの串で刺さってます。次、はい。それ何ですか？これはうなぎのバラです。バラ。はい。魚でいう中落ちの部分になります。1本につけられて何匹分ぐらい必要なんですか？大体20〜30匹ぐらいですね。じゃあもうこれで150匹分ぐらい。とか。どれが一番刺すの難しいですか？あーでもバラすげえもまあなんか刺すとことか結構最初のうちはつかめなくて、今は簡単にできますけど結構なかなか最初の方が難しかったりします。お待たせしました。まだそのもらったもん。ザル結構やる。ここの高速道路の先まで。あ、テイクアウトに使えるっていうのが嬉しいか。それかランクアップは。